というわけで今日から3日間の、砂漠ツアーに出てきます。いやもうモロッコといえばね、世界最大級の砂漠、サハラ砂漠があるということで、まあ、これはね行かないわけにはいかないと、てかむしろみんなそれを求めてきてる部分があるよね。あというわけで今回はそのサハラ砂漠もうしっかり堪能できるよう3日間のツアーに参加していきたいと思う。今回はその第1弾をこの動画で伝えられたらなと思うので、ぜひよろしく。そのままどうです？ホステルで一緒だった2人にツアー別々なんだけど会いました。そう、あそこがね、あの映画のロケ地の場所らしい。あの建物はフェイクなんだって。ふう、よく作られてるね。This is new.でこれが潮の跡らしい。そう、冬10月ぐらいから川が流れ始めて、もう多い時は2メートルぐらいの高さまで水が通ると。だからここに住んでる人たちは水を汲みに来たりするんだって。面白い。で面白いのがこれが今ベルベルの人たちが住んでる、ベルベルじゃなくて他に3種類民族が住んでるらしいんだけど、ちょっとごめん聞き取れなかっただけど、その中にもベルベル人とかいて、そうで、今こっち側はちゃんと人が住んでる。だけどこっち側見えてるかな、このね建物はフェイクで建てられたもので、いくつかのねファッション雑誌の背景になったりとか、 Yes! Yes! YouTuber! Yo quiero salir! Desde España! Saludos amigos! From Spain! Yeah! Barcelona! Nice. Barcelona! Ooh! I've been there! Yeah! Yeah! Famous! Famous YouTuber! Thank you! ハリウッド映画ハムナプトラとかグラディエーターのロケ地でもあるらしい。そう、そのためにその時のためにこれを作ったんだって。なんかいくつかまた映画撮影してるらしいんだけど、それもまた聞き取れなかったっていうか、多分知らないやつだった。そうっていうぐらいね、雰囲気が出る街だから、そりゃここはロケ地になるわって感じ。最高で、何よりねツアーで参加してる人たちがめちゃめちゃこうノリが良くて、やっぱ同じくモロッコに来たいと思う人たちだけあるわ。同じ匂いを勝手に感じてる。最高。いや気持ちいいな、最高だ。本当にこう画面の向こう側、絵本の向こう側にあった街が今ここにあるって、存在してるって思うとなんか不思議な感覚。そして超楽しい。最高。暑いけどね、気持ちいい。これはすごい。How do you say awesome in French? Sacrebien! Sacrebien! 最高です、本当に。 How do you say it's fucking hot in Japanese? ああ、やばい。やばい。彼女たちはフランスから来てて、最初に仲良くなった子たちです。絵を描いてる人たちがいるところにこう見学に来たんだけど、こうやってこういう全部こう自分たちが食べる食材、お茶とか砂糖とかあとはサフランとかで描いて、それを火で炙ってこの色味を出すっていう、全部食材だから焦げた時の色味が違うっていうのを今さっき説明してくれた。すごい本当に。
あんな風に作ってるなんて知らなかった。火で炙る前に見えないんだよね、絵が。火で炙って初めて絵が見えてくるって感じだから、いろいろ頭の中で想像しながらそれこそ描いてるっていうのがすごいよね。これとかも火で炙って、さっき案内されたレストランにみんなで行ったらめちゃめちゃ高くてこれはちょっとみんな無理ってなって何人か抜け出してきたうちの一人です。でとりあえず本当に喉が渇いちゃったんで OK! Have fun! そう、とりあえずで、今声かけてくれた香港人の男の子はピザをテイクアウトしてた、こっちでレストラン抜け出してきて、まあ、こんなことがあるサファリツアーです。最高。Okay, thank you. Bye bye. So, what's your YouTube channel? Mako Journey Phil. I'll touch it. But only Japanese. Ah, yeah. There you go. You have an English? Yeah, yeah, sure. Yeah. Ah.Yeah, that's cool. That's cool. Thank you. Thank you so much. Have a good time. See you. Bye. Thank you. Bye-bye. モロッコ人とパートナーが、フランス人の方だった。すごいいい方だな。こういう国とか来るとやっぱりね、平気で高値で売ってくるところだから、なかなか人を信用、すぐに信用することができないっていうのが難しい。これはね、旅を続けてもわからない。まあ、とにかく休憩の多いこのツアーだけども、今日の最終目的地テンジルに行くまでか、テンジルに行くまでの最後の多分休憩撮影スポット、もはやどこかわからないいやでもめちゃめちゃ綺麗、自分が好きなタイプの自然です。すごい。というわけでようやくホテルに着いた。結構いいホテルだよ。ホテルがね2つあって二手に分かれて、ね、もうグループ分けされてるみたい。すごい素敵なホテル。お、ウェルカムティーが出てきた。ミントティー、ウェルカムドリンク。うん。いや。First floor. When will it start? First floor.9 p.m. Oh, okay. Okay. 9 p.m. Okay.
なんかもともとシェアルームだったんだけど、おっちゃんが気前よくセパレートでいいよって言うから一人部屋になりました。どこだ。はい、はい、というわけで、うわ、めっちゃいい部屋着いた。たらー、こんないい部屋いつぶり。やった、これをね、一人で使えるなんて嬉しいわ。あの、ホステルはホステルの良さがあるよ。でもいざこういうとこ泊まるとね、嬉しいですね。あ、こっち見よう。おお、最高やん。見て、えい、最高すぎる。こんなホテルに泊まれるの嬉しいな。やっぱみんなやることは同じでテラスに出てきちゃうっていう。いいね。ここから今日ここで一泊して、明日本格的に砂漠の方に入ってって、明日は、キャンプかなをする。いや今日疲れたね、結構移動がね結構長いんよ。でも本当にツアーのみんなめちゃめちゃノリ良くて優しくて、もっともっとこう明日以降も楽しんでいきたいなって思う。ちょっと一旦、お風呂入ったり落ち着きます。すごい、初タジ超楽しみ。よし、いただきます。おいしそう、こんな感じで、めっちゃうまそう。いただきます。いただきます。めっちゃ笑ってんの。いただきます。バカにされてる。ポラペティ、いただきます。いただきます。いただきます。 Yes. Oh, that's so cute. I think it's one of my favorite words ever. It's difficult. いただきます。Sorry, いただきます is the cutest. Thank you. 肉と一緒に。あのね、蒸されてるからめっちゃトロトロ。もう全部が美味しい。トロトロすぎる。すごい、チキンが本当にホロホロすぎてナイフがいらない。で、ナスとめっちゃ美味しい。というわけで1日目終了ということでね、一応今外で撮ってるんだけど、まあもちろん真っ暗で何も見えないね。めちゃめちゃ外は綺麗なので映像があれば入れておきます。こんな感じでめっちゃ綺麗なんよ外は。そうで、今日1日目終わったけども、モロッコがモロッコしてるね。うん、なんかモロッコ来てるなー感じる部分がこうちょいちょいあって、もうツアーのね参加してるみんなとこう、まあある意味笑い話にはなっているんだけど、例えばことごとくエクストラでお金がかかるとか、あれこれツアーインクルードのはずだよねみたいなことがあったりとか、まあ、もちろんね街歩いてて押し売りが多かったりとか、なんかそういうところがこう帰ってモロッコ感じられてよかったなって思うかな。まあ何より今回同じツアーで一緒になったねメンツがめちゃめちゃ最高で、本当にノリ良くて、
で私のこのね撮ってるカメラもこうノリノリでこう話しかけてくれたりとか、めっちゃ嬉しいね。なんか本当に私も英語力そんなでもないんだけど、それよりも全く喋れなくてもこうガンガンコミュニケーション取ろうとしてくれる、やっぱそういうところがね本当に海外の人からだったりとか、まあ、旅人から学ぶことが多いかなって思う。改めてこういうね旅の中で出会うってすごい素敵だなって思いました。まあ、1日目本当に結構移動が長くて、動画の中には入れてないんだけど本当に移動が長くて、でちょくちょく本当休憩を挟むっていう感じなので、今回ねこういうメルズーガまでの3日間ツーナイトの、ツアーなんだけど、また明日から、このサファリツアー続いてって、よりなんだろうアフリカらしい景色をこう届けられるんじゃないかなと思うので、また次の動画もぜひお楽しみにしておいてほしいです。モロッコ行ってみたいと思ったらぜひグッドボタンとサブスクライブよろしくお願いします。あとねコメントももらえると非常に嬉しいです。そちらもぜひお願いします。というわけで今回も見てくれてムチャスグラシアス、また次の場所でお会いしましょう。ピースバー。